どうもおはようございます、大輝です。今回はですね、前回アジの泳がせでヒラメを狙って釣りに行ったんですが、まさかの母さんがね、前回釣れちゃったんですよね。で、今回はアジの泳がせヒラメチャレンジ第2弾イエーイ。全く同じ場所に行って、しかもですね、今日はですね、珍しく朝からちゃんと起きれて、朝マズメを狙って行けそうなんですよ。前回の母さんに続いて、今回はサザエさんなのか、ワカメさんなのか、何が釣れるかはわかりませんが、朝マズメ、ヒラメチャレンジ、スタートです。最悪ですわ。今着いたんですけど、ものすごい人多くって1便じゃ渡れないって2便になっちゃいました。なんでもうちょっと待って、1回船が出て帰ってきてからまた第2便でちょっと渡ろうかと思いますんで、最悪、思ったより人が多かったです。まあちょっとね、着いたのがギリギリだったんで仕方ないですけど、まあちょっとね、待ってきます。到着しました。真っ暗でまだ何も見えないんで、とりあえず明るくなるのを待ちます。じゃあね、ちょっとアジを、餌のアジを仕入れてきます。全然釣れん。マジか。やばい。なんか隣の人はなんか普通に釣れるって言ってたんですけど、釣れない。アジが全く釣れないんで、ちょっと出張してきますね。あっちの方が釣れてるんで、ちょっと行ってきます。だいぶ仕入れてきました餌。ちょっと今から泳がせ集中します。アジがなくなってる。何者かに食われたのかな。ちょっと今日はもう仕入れに時間かかりすぎて、もうすでにやばいです。体力がだいぶ削られました。てかマジですごい人。全部カゴついてヒラマサです。あれじゃ釣りは楽しめねえっつってね、顔映ってねえじゃねえか、暗すぎて。なんか来てくれよ、サザエさんとかワカメさんとか誰でもいいんで。綺麗な景色だね、これ。なんか前回と比べて全然アジも暴れないですしね、全然雰囲気違いますわ。
玉だけ食べられてる。なんじゃこりゃ。目ん玉だけ食べられてミイラみたいになってるんですけど、味お腹すいたんでご飯食べます。今日のご飯はこちらですね。唐揚げ弁当。寒すぎてご飯がもうカチカチ。こういうところで食べるご飯は最高。ごちそうさまでした。いいバスでした。何かと思った。マジ焦った。シーバス50センチ。焦った。投入してすぐ速攻当たりがあって速攻来ましたよ。マジ焦った。ドラグ緩め取ったんですけど竿ごと持っていかれるかと思ってマジ焦った。今までにね 2,3 回あるんですよ、竿ごと持っていかれたことが。放置してて50センチぐらいのシーバスでしたけど、でもまあ釣れてよかったです。え、当たりあったんですか？見てたんですか？同時に当たったんだけど。あ、違う、入っちゃう。え、マジっすか？よかったんすか？けど、こっち違うやつだな。こっち側が、これやって取れたね。へぇ、いいなぁ。おめでとうございます。いいなぁ。ヒラメ釣れてましたね。人の釣れた魚を取れ高にするっていう。マジかいよ。2本同時に当たりが来たってすごいな。シーバスちゃんは来たけど肝心のヒラメが来てないじゃないか。なんでなんだ、なんで隣の人は釣れるのになんで俺だけ鈴木さんなんだ。くそ、なんで俺だけ釣れねえんだよ。毎回毎回よ。前回は穴子さんで今回は鈴木さんで、なんでヒラメが釣れないんだよ。悔しいですが今回もダメでした。本命は釣れませんでした。次回はまたね、近々ヒラメチャレンジ第3弾、次こそはヒラメさんを頑張って釣りたいと思いますんで、今回はこれにて終了。今回もご視聴ありがとうございました。くしー。